やあ、不思議実験ラボへようこそ。ここでは君と一緒にさまざまな不思議大実験をするよ。君が実験をするときは必ずお家の人と一緒にやろうね。はーい。よし、それじゃあ行くよ。やってみよう。不思議実験ラボ。さあ実験、やってみよう。ガオガオさん、この箱は何？よく見ていてね。あ、触ってないのに動いた。どうして？実はね、これは磁石の力を使ったんだよ。え？磁石ってくっつくだけじゃないの？そう、磁石の力は他にもあるんだよ。そうなの？見てみたい。よし、それじゃあ磁石の力を見てみよう。今回の実験キットはこれ。実験キットには磁石が入っているから、お家の人と周りをよく確認して実験しよう。はい。黒い輪っかがついている方がまっすぐ磁石だよ。まずはこの筒シートを丸めよう。丸めたら、まっすぐ磁石の赤を上にして、シートを上からかぶせよう。できた！よし、ここからが実験だよ。うん。この上にくるくる磁石を入れるんだ。青色が下になるように入れてみよう。どうなるんだろう。さあ、実験やってみよう。あ、くっついたね。よし、今度は同じ色を合わせるとどうなるか実験してみよう。さっきの実験と途中まで同じだよ。まっすぐ磁石に筒シートをかぶせて、ここでストップ。次はくるくる磁石の赤を下にして置いてみよう。準備はできたかな？さあ実験やってみよう。本当に浮いているか、上から指で押してみてごらん。あー、くっつけようとしてもくっつかない。不思議。やってみて発見、大発見。よし、磁石のくっついたり離れたりする力を使ってもう一つ実験してみよう。力シートにまっすぐ磁石と磁石棒を同じ色の向きにして置こう。くっつかない向きだね。そう、できたら磁石棒をゆっくりとまっすぐ磁石に近づけていこう。さあ実験やってみよう。1、2。あ、転がっていったよ。そうなんだ、磁石の力は磁石から少し離れたところにも届くんだよ。これも発見だね。やってみて発見、大発見。そうそう、違う色同士を近づけた時はどうなるかも実験してみてね。見てごらん、離れていても届くこの磁石の力を使うとこんなこともできるんだよ。わー、触ってないのに磁石がくるくる回ってる。離れているところからくっつく。離れる力が下の磁石を動かしているんだ。君もキットを使って実験してみてね。そうそう、この磁石の力を使ったものが世の中にはたくさんあるんだ。くっつく力を使って物をぴったり止めたり、離れようとする力を使って物を動かしたりしているよ。君の身の回りでも探してみてね。実験すると新しい発見ができるんだね。そうだね、いろいろな発見があるんだよ。君も早速実験してみよう。やってみて発見、大発見。ベネッセ